土着信仰や風習に関する怖い話貼ってけ。おなしゃす。京都暗闇祭り。辺りの電気を消して完全な暗闇の中で行われる祭り。かつては種付け祭りと呼ばれていたらしい。おお、そういうのもっとお願いします。できるなら、その中で興味のある土地に実際出向きたい。なるほど、ちょっと中世出雲行ってくる。私が育った集落は小さな田舎町だけど、それなりの歴史があって、古くから続いている数年に一度のお祭りがある。仏教や神道とは違う感じだから、おそらく民間信仰の一種なのかな。別に特別オカルトなことがあるわけでもなく、神聖な場所と言われるところに、おばあさんがお供え物と依り代の木を持って行って、毎年選ばれる神様の子の役目の子供たちが数人で歌を歌うだけなんだ。ただ、その儀式の行われる日は、その場所に集落以外の人間は入っちゃいけないと言われてて、それは祀られている神様が依り代に移る時に落ち着かないからだと教わってきた。実際、夏休みや年末の帰省時期とは全然ずれてるから、何の観光もない田舎に部外者が来ることはないんだけど、どこからかこういう民間の被災に興味を持ってやってくる人がいるんだよね。気になるね。未だに謎が多い日本の怪異。数多くのタブーが存在する禁断の人魚を祀る島、アラグスク島。美しい海に浮かぶ沖縄県アラグスク島は、数多くのタブーが存在する禁断の島と言われている。ウタキと呼ばれる撮影禁止、入ることも許されない人魚神社。島民以外は参加することが許されない謎の儀式。島民も鳥居の奥に何があるか、中で何が行われるのか、決して語ってはならない。万が一、起き手に背き、無断で中に入ってしまったら、その人間に災いが降りかかり、原因不明の体調不良で苦しみ、死に至る者もいるという。いにしえからの被災、土着信仰が残る島。沖縄の八重山諸島の一つに、アラグスク島という島があります。その島には古くから人魚伝説があり、人魚神社や宇滝、大宇滝という場所には、この道は神の道につき、一般の人の通行を禁止すると書かれた看板が数多くあります。そして謎の被災、豊年祭には赤又黒又と呼ばれる二体の奇妙な神が豊年を祈り踊ります。しかしこの祭りは撮影禁止で、以前隠し撮りした人への暴行事件も起きました。他にも鹿児島県の甑島には黒と呼ばれる土族信仰集団があり、人食いや強力な呪術を使うなどの噂があります。この他にも何か知っている方がいましたら、いろいろ教えてください。ヤフー知恵袋からコピペ。沖縄出身の方、または詳しい方、お願いします。昨日のアンビリーバボーという番組で、沖縄のアラグスク島についてやっていました。昔、アラグスク島という島は、琉球王朝にジュゴンの肉を貢ぎ物として送っていて、殺したジュゴンの魂を弔うために、人魚神社というところで儀式をしていたらしいのですが、
儀式をやめたら、荒城島には津波が来て、多くの死者が出たらしいというような話でした。番組には、沖縄出身の芸能人のゴリさんが出演していて、この話について軽く語っていたのを聞いて気になりました。長くなりましたが、この話についてもっと詳しく教えてください。そして沖縄にはなぜオカルト系の噂が多いのでしょうか。ベストアンサー。荒城島は観光地ではないようです。普段は4、5人くらいしか島には住んでいないのですが、お祭りの時には島出身の人間が約300人ほど戻ってくるそうです。ただそのお祭りというのも我々が考えるみんなで楽しくというお祭りではなく、純粋に人魚の霊を鎮めるための祭りなんだそうです。見学したりなどはできるそうですが、撮影や記録を取ったりするのは一切禁止で、儀式が行われている場所は立ち入り禁止なんだそうです。昔、掟を破って立ち入り禁止の場所に侵入した人が、リンチ事件に遭うということが報告されています。沖縄では、至るところで宇多木が行われているところがありますが、荒城島は各地で行われている宇多木の感覚とは違うようです。オカルト系の話が多いと感じるのは、沖縄島民は霊的なものを信じる傾向がある。先祖を崇拝する。仏教の影響が弱いと、以上の3つのことが影響しているからだと思われます。本土などで一般的に浸透しているような、いわゆる仏教系の話や逸話などは、沖縄ではあまり語られることがありません。代わりに沖縄独自のオカルト系の話が伝えられてきました。本土側からしたら、沖縄の当たり前のように伝えられてきた逸話も印象に残りやすく、結果、オカルト系の話が多いというように感じます。ヤフー知恵袋からコピペ、その2。その昔、沖縄の八重山には人頭税という税金がかけられていましたが、荒城だけは税の代わりとして、私有一対の山、かっこ、呪言のことを沖縄ではこう呼びます、を献上することを義務付けられていました。山の神社は、今でも実在していて、当時は山の頭骨が御神体として祀られていました。現在は盗難にあってしまったそうです。また、パナリ焼きという焼き物の窯があって、当時、陶器を作る技術のなかった八重山の人々は、娘を嫁に出してでも欲しがったそうですが、今はもう面影もありません。話に出てきた津波というのは、1778年、明和8年に起こった明和の大津波のことです。マグニチュード 7.4、括弧関東大震災は 7.9 の地震で、発生した大波は標高30メートルにまで達し、石垣と都を合わせて約1万2000名が犠牲となりました。実はこの地震には人魚にまつわる伝説があります。その昔、石垣の野原村に住むおじいが海で漁をしていると網に人魚がかかった。人魚は助けてくれたら秘密を教えるというので網から外してやると、明日の朝津波が来るという。おじいは島中に知らせて回ったが、野原村以外の島民は気味悪がって誰も信じなかった。そして翌朝、人魚の言った通り大津波が押し寄せた。おじいの言うことを信じた野原村の人間は全員助かったが、避難しなかった島民はほとんどが波に飲まれて亡くなってしまった。
沖縄にオカルト系の話が多いと感じるのは、沖縄県民自身がそういった神秘や霊的なものを信じているからだと思います。沖縄は神仏ではなく先祖崇拝をする土地柄で、祖先の霊をそれは大切にしており、体調不良や物事がうまくいかないときは、うがんぶすく、かっこ、ごがんぶそくといって、先祖へのお祈りを怠ったからだと言われます。ゴリさんも言っていましたが、医者半分、ユタ半分といって、これは科学的な話も聞くが、ユタ、かっこ、占い師と霊媒師を足したような存在の人のお告げも信じているという例えです。ユタは、セーダーカウマリ、かっこ、生まれつき霊感が強いことな人が、ある日突然、お告げによってユタとして生きるよう言われるそうです。実際、ユタのお告げで病が治ったり、良縁に恵まれたりすることがよくあるそうです。不思議な現象、オカルトや心霊といった怖いイメージではなく、身近な教訓として捉えているのが、沖縄の不思議でもありますね。沖縄のどこかの島で、人を死に誘う白い妖怪の伝説をご存知の方おられませんか？数十年前のことですが、知人男性が沖縄で単身トレッキング中に崖から転落して亡くなってしまいました。彼が山道を登っていくところを、偶然遠くから目撃した地元の老人がいて、すぐ後ろをバツバツバツがついていったので、あの人は助からないと思った、と語ったそうです。バツバツバツというのは、地元に伝わる妖怪の名前で、白装束に白いザンバラ髪で、かなり大柄だとか、その妖怪に後をつけられた人は死んでしまうという言い伝えがあるそうです。自分は葬儀の席で、そのことを関係者の一人から聞き、不謹慎ながら興味を感じたのですが、ご遺族が、霧かもやが人の形に見えただけだ、バカなことを言うな、と激怒なさったそうで、深く尋ねるのははばかられ、一度聞いたきりの妖怪の名を忘れてしまいました。ググっても出ないので、お心当たりの方がいらしたら教えてください。8月15日にスイカを食べると死ぬっていう言い伝えがある土地、誰か知らない？子供の時に祖父から聞いた話なんだけど、祖父の大学時代の友人がその土地の出身で、田舎では旧盆には絶対スイカを食べさせてもらえなかったんだって。でも彼はスイカが大好きで、上京してからは旧盆中でも気にせずスイカを食べ、全然何ともなかった。ところが30代の時に夏休み帰省した彼は、周囲が止めるのも聞かず、8月15日にスイカを食べ、急性なんとか、かっこ忘れた、で、その日の晩に亡くなってしまったそうだ。その話を聞いて、子供心にも、迷信って効力範囲があるの？と、軽減に思ったのを覚えている。土地の名前も聞いたはずなんだけど、忘却の彼方、祖父母はすでに逝去。その土地、今でも8月15日にはスイカを食べないのかな？気になる。土着信仰が効力を持つ境界線って興味深いね。結界みたいなものがあるんだろうか。結界上で8月15日にスイカ食う実験してみたい。こういう土着信仰が個人的に面白くて好きなんだけど、あんま書きこないな。自分の地元がそういうの全くない、かっこ知らないから期待してるんだけど、時代とともにやはり忘れられてしまってるんだろうか。毎年1月の決まった日に、江戸時代に藩の移動でよそに移った本家の当主と、
本家の菩提寺の坊さんが来て、集落近くを回って、お供え物と読経をする。年末からその日までの10日間は、集落は物意味となり、小声で話し、肉や魚も酒も禁止。妊婦は集落の外に出る。昔はお盆の時も物意味だったけど、今は廃れたが、正月のこれは続いている。正月が全然楽しくない。理由はわからんが、この時期にこうしていないと死ぬと言われている。俺が知らないだけかもしれんが、聞いた限り誰もわからんと言っている。戦後すぐの頃に物意味をしなかった家で、家の一人が気が触れて、家族を包丁で切りつけて走り去り、近くの沼で死んでいたなんつう話がある。こんなん言われて脅されても、本当かとは思うが、さすがに破る気は起きない。理由もわからんまま、今も物意味の風習は守られている。1月の何日から何日？場所聞いても OK？ せめて県だけでも。富山。今は時期が正月前後だけど、本来は旧暦の11月後半の行事。だから正月は今でも旧正月にやってるけど、季節感なさすぎ。怖い話ではないからすれちかもしれんが、盆の物意味、うちでは今も続いてるよ。13日の迎え日から16日の送り火までの間は、生草は食べちゃいけないっていう。それを破ったからといって何かあるわけではないが、そういう風習が残ってるとこ他にもあったんだね。ちなみにこちらは昔は同じ檀家衆はみんなやってたそうだけど、未だにやってるのはうちだけらしい。他に元旦の朝食は前年の残り物を食べなきゃいけない。おせち料理やお雑煮はお昼からで、小さい時はそれが嫌だったな。でも民族学の専門書を読んでて、禁忌とされている食べ物は供物であるというのを最近知った。捧げるものだから現世の人は食べちゃいけないらしい。それを読んで、今までただそういうものだと受け入れていただけだったのが、なんとなく納得できるようになったよ。うちの住んでるところもそうだよ。あっと長野。秋田県仙北某町。水難事故や自殺でご遺体が上がらない場合、小さないかだに鶏を乗せ湖に放ちます。沖で鶏が鳴くと警察や消防が慌ただしくなり、ダイバーをボートに乗せ、鶏のイカダまで運びます。その下を捜索すると必ずご遺体が上がります。科学的根拠があるの？それとも昔からの風習？能、船橋のまんまだね。筋書きは能にする以前の田楽時代からあったらしいけど、当該の捜索法がいつ成立したのか興味深いね。さらに古くからあった伝承を取り入れたのかもしれない。迷信で警察や消防が動くのはいかがなものかと思うが、的中率が高いのなら仕方ない。ダウジングで地下の水道管を見つける水道局もあることだし。俺の地元、茨城県北部なんだけど、近くに神社みたいなのがあって、20年くらい前に近所のばあさんがその神社の中に四隅に森塩に茶柱みたいなのを建てたのを置いて、豆腐の上にもみつきの米を振りかけたようなのを真ん中に置いて、ぶつぶつ呪文みたいなのを言ってるのを友達と遊んでる時に見かけて、不思議に思い母親に聞いたら、あそこは神社ではなくて、陰りっていうらしく、ばあさんがやってたことについては知らないって言ってた。んで、あんまりあそこには行くなって言われた。ずっと忘れてたけど、この前の母親の命日に
当時の夢を見て思い出した。ネットで調べても、陰りなんて出てこないし、このスレッド見つけたから書きました。今度地元に帰ったら、友達に聞いてみますが、こんな話聞いたことある方いませんか？茨城北部でピンときたが、参加と関係あるんじゃね？怖い話かわからないけど気になる。東北の父の実家で、知り合いはみんな意味を知らない謎の風習があるんだけど、お盆の頃になると赤い布でぐるぐる巻きにされて、布に風車をいっぱい刺したボロボロの小さめのお地蔵さんを設置する文化がある。お地蔵さんは本当に年季入っててボロボロだけど、かろうじて表情はわかる。優しそうな感じで笑ってる。多分女性。お盆の頃になると、道を挟んだ村の墓地の目の前にあるため池みたいな場所にでかい慰霊碑があるんだけど、お地蔵さんはその前に設置される。お地蔵さんは道を挟んだ向こうのお墓の方を向いている。慰霊碑にはとある戦没者の名前が書いてある。石碑の前にはお地蔵さん以外にも小さな石碑が5、6個ある。小さな石碑は季節関係なくある。盆字みたいなのが読めるけど意味はわかんない。これはお地蔵さんくらい古くて字が読めない。ため池前の戦没者石碑の前にある盆字石碑の中に布ぐるぐる巻きのお地蔵さんを置く。これがお盆の光景。で、このお地蔵さんはお盆が終わると山奥の川に流すらしい。流したらどっかに保管する。どこに誰が保管しているかは知らない。お地蔵さんは父の実家では水子と呼ばれている。他の家では何と呼ばれているか知らない。なんで布を巻いて風車を刺して慰霊碑と盆地の中に置いて、どうして川に流して、どこに誰が保管するのか、この風習に何の意味があるのか、こういう風習は他のところでもやってるのか、誰か心当たりがあったら情報をお願いします。一般に水子といえば、死産、流産などでこの世に生まれなかった子供のこと。赤い布は産着、風車は子供の玩具だから、かっこ、恐れ山の西の河原でも見る光景。普通に考えると、水子を供養する儀式なのかなと思うけど、地蔵を川に流すというのがちょっと引っかかる。土地の由来を知らずにうっかりしたことは言えないけど、明治ぐらいまで貧しい地域にはいろんな風習があったからね。古事記でもなり損ないの子は足船に乗せてたけど流し去られてたよね。日本書紀に音立花姫の入水という話があって、音立花姫は大和武尊の御事の妃で、海神の怒りにあって波が荒れ船が進めない時に海に身を投げてその怒りを鎮めた。場所は走り水の海で、現在の浦賀水道。面白いことに、三浦半島の大浦山洞窟遺跡で、弥生時代中期の人骨が発見されたが、骨には刃物で肉を削いだ跡があり、人肉食の風習があったことが疑われている。もしかしたら、荒波を鎮めるための儀式的なものである可能性もあるかも。石垣島だろ。この島では埋葬後3年目に遺体を掘り出して仙骨する風習があった。仙骨しないと次の死者が埋葬できないしきたりだったので、次の死者が出ると埋めて数ヶ月の生々しい遺体でも掘り起こし、包丁や鎌で腐乱した肉をそぎ落として
薄めた酒で骨を洗ったそうだ。これらはすべて島の女たちの役目。女には呪術的で神聖な力が宿っていると信じられていたんだね。昭和の初め、この光景を目撃したことのある島の牢屋が学者の聞き取り調査に答え、その残忍さと刺繍は目を覆わんばかりに凄惨さを極めたと語っている。が、遺体を分断する風習は琉球に限らず、古くは日本各地にあったようだ。目的は主に悪霊払い。地方名を出すのは控えるが、妊婦が分娩中に死亡すると、村の老婆が死亡した妊婦の腹を鎌で裂いて胎児を取り出し、妊婦と胎児をバラバラに裁断して葬る。地域によっては野山に撒くところもあった。古代の日本では、物を切り裂くことも、人間を葬ることも、同じく、破風里と呼ばれた。悪霊封じのために遺体を分断して埋めることは、一種の宗教的儀式、あるいは呪術として広く行われていたらしい。三回忌や七回忌にまとめて仙骨するようになったのは、明治以降だと思う。明治初期頃までは戦術の方法が取られていたという地元民の証言がある。そういや沖縄の土葬ってこっちの土葬と違って埋めてから3年後にもう一度掘り出すんだってね。他の地域は知らんけど、本島南部のうちの地域では今は普通に火葬だけど昔は違ったらしい。土葬っていうか風葬に近い。亀甲墓っていう内部が空洞になった墓があって、そこに死体を入れる。そんで3日後にまた見に来る。生き返ってないか確認する意味があったみたい。そして3年間放置して骨ばかりになった後に仙骨して改めて墓に納めたらしい。次の死者が出たら、まだ骨だけになってなくても仙骨したってのはあったらしい。でも一応宗教事だし、誰か殺すわけでもないのに残忍ってことはないと思うんだけど、それとも親族の遺体をそうして処理しなきゃいけない女たちにとって残忍ってことかな。本島北部ですが、戦後数年はあったとのこと。私が聞いた話では、三回忌や七回忌の年が重なる個人をまとめて数名仙骨したそうです。あと、墓の骨壺密度からも頻繁にはしなかったようです。33回忌が済んだお骨を一つの壺にまとめるか何かして、仙骨、墓に納骨の流れだったような。仙骨は今もやってる島があるよ。島民の子に聞いたら、火葬の方がかわいそうなんだって。与論島仙骨 NHK でググれ。自分の出身の集落では地蔵信仰が盛ん。未だに屋号制残ってたりする関西の田舎です。悪人に殺されそうになった時、地蔵様が助けてくれたというような伝承も結構ある。子供たちは登校路にある地蔵様にお祈りをしてから学校に行きます。すべての地区を合わせたら相当な数の地蔵だし、ぜひとも続いてほしい信仰です。昔、秩父の荒川上流ダム群のあたりに、五座見という村八部にされた3個ほどの集落があった。その人たちの間では、法律によって禁止される昭和初期まで風葬が行われていた。遺体を風葬する洞窟には、ヌエというのが住み着いており、死体の肉をきれいに食べて、骨だけにしているという言い伝えがあるそうだ。そしてその骨を仙骨し、壺に入れて
洞窟に収めるのが風習だったらしい。日本が高度成長期に入る頃、父が住んでいる地元で戦時中に使われていた近くの防空壕から気味の悪い規制が聞こえてくると噂が広まった。ある時、地元の若い男たち3人が酒を飲んだ勢いでその防空壕へ肝試しに行った。男たちが戻ってくると、得体の知れない大きな獣の死体を持ち帰り、これが化け物の正体で退治してやったと地元民に勇ましく見せびらかしていた。だが数日後、その獣に直接とどめを刺して殺した男が突然死んだ。そして葬儀が行われ、火葬された男の遺体がなぜか全く残らず、すべて灰になってしまい、結局それでたたりだの呪いだの噂や騒ぎが大きくなり、揉めに揉めていたら、それを見かねた土地の有力者が、火葬炉の火の調整の不手際によって起きたのが原因で、たたりではないという事情を説明して、遺族に弔慰金を渡して騒動を収拾させた。だがその後、土地の有力者は防空壕のそばに、あの獣の魂を鎮める小さな塚をひっそりと祀っている。地元民はそれをヌエ塚と呼んだが、塚がダムに沈んだ後でも公でその話をする人はいなかった。この話を父が亡くなる直前に聞かされ、私はよくある迷信の類と思い本気にはしていなかったが、父が他界し葬儀の最中にあることに気づいた。父方の身内や親戚の葬儀で骨上げをしたことが一度もないことを。お父様の遺骨はどうなってたの？骨の状態を見た？怖いな。場所を詳しく言うとたたられそうだから大まかに。東北のそこそこ大きい町の〇〇って名字の旧家。26年に一度、祀ってある稲荷神社の鳥居を赤から白に塗り直すんだって。26日くらいでまた赤に塗り直すって聞いたことがある。理由とかさっぱりわからん。誰か多少でも知ってる人がいないかな。塗りが剥げてきた頃に塗り直し、ムラができないように一旦白く塗る。それが乾くまで26日間放っておいてから再度赤く塗り直し、とか。それ正解。白い下地の塗装は腐食防止の効果もあるだろう。うちらの地方では、女の子が神隠しにあったら櫛を隠せという言い伝えがあるな。これは間引きとか口べらして里子に出したとか遊女に売ったとかではなくて、本物の神隠しの場合、その子が隠されたのはより白にされるためで、それには櫛が必要だから、その女の子自身かさらった妖怪が櫛を取りに来る。ところが櫛が見つからないと、女の子は役に立たなくなって返されて見つかる場合が多いという。だいぶ遠投だけど、男性を霊的なものから守る最強のお守りは血のつながった姉妹、特に姉の櫛だと聞いたことがあるよ。これだけではあれなので、自分も一つ。自分が住む地域には墓のつく地名が多い。何年か前に不吉、改名すべきって話が持ち上がったんだけど、いやーでも昔からあるしねみたいになあなあになって、自然と立ち消えに。当時自分はまだ学生だったんだけど、立ち消えになる過程が子供から見ても不自然なほどにスムーズで、違和感を感じるほどだったな。
今も何事もなかったようにその地名は使われている。なんだろう、不吉すぎて逆にめでたいみたいな感覚なのかな。沖縄のおなり神だね。兄、弟の神は姉、妹。霊力は女が勝っていて、男性兄弟を守る強大な力は姉妹にかなわない。名前というのは漢字を変えたり、異句同音の漢字に置き換えることで力は失わない。墓ではなくて、別読みで墓と読める文字があると思うよ。同じ地域に墓と読む地名もあれば、墓と読む地名もあったりするよ。地方は東北とだけ。しかし、面白いことを教えてもらった。ありがとう。沖縄のおなり神、沖縄の宗教は日本の原始的なものと思われる。でもあり、櫛イコール蛇。昔の櫛の形は蛇の頭を模していた。沖縄の神木とされる琵琶は弾痕を模している。そして弾痕は蛇から連想されたもの。脱皮して再生し、毒で一撃する最強の存在。過去を再空として永久の別れをした皇女は天皇から櫛を与えられた。櫛を与えられることによって蛇の霊性を宿すことになる。古事記でもスサノオは櫛灘姫、櫛は蛇の古語、カカから変化。蛇は他を荒らす小動物、保管した穀物をネズミから守る。櫛は先祖の霊ともされるが、やはり蛇としての精霊、再生と発展を備えたものなんだろうね。面白。そういや、しめ縄なんかは、蛇の交尾を模してるとか聞いたことがある。自分の実家にも昔、屋敷蛇っていうのがいて、家を守ってくれてたらしい。蛇すげえな。うちの地域では、俺の母親が子供の頃あたりまで、男の子でも女の子でも、三四歳くらいになると、必ずあやとりを覚えさせられた。技は一種類だけで、がと呼ばれるもの。これは結構複雑な取り方をするが、素早くできるようになるまで何度も繰り返し練習させられたそうだ。今は産業としては成り立たなくなっているが、ここいらは昔、養蚕が盛んで、集落の裏の山の中ほどに、三霊塔と呼ばれる供養塔がある。こういう供養塔は明治以降、製紙工場の近くに作られたのが多いが、裏山のはかなり古い時代のものらしい。この山一帯には、義行様という妖異が住んでいて、それは大きな蚕蛾の姿をしているという。ただし普通の人間の目には見えない。この山に子供が入るときには必ず一本の紐を持たせられる。母親の場合は白い毛糸の紐でわざと切れやすいように傷がつけてある。なぜそんなことをするかといえば、山中では義行様にたたられることがある。背中に重しが乗ったようになって傍らの藪に突っ伏してしまうことがあったら、それは義行様が後ろに乗っているせいだという。こうなるともう声も立てられない。バサバサという羽ばたきの音が聞こえてきて、だんだんと気が遠くなっていく。そうなったら意識のあるうちに素早く綾を取って蛾を作る。その形のまま力を込めてプツンと紐を切ると、義行様は離れていくらしい。子供だけの場合は、これ以外に逃れる方法はなく、寒い季節だと、藪の中で発見されずに死んでしまう例もあったという。この義行様というのは、郷土史などでは、南北朝の頃の南朝の王子で、
戦乱の際に自害した悲運の皇族と書かれている。それが用意となって山中をさまよっているということらしいが、その方がなぜ蚕蛾の姿とされているのかはよくわかっていない。おそらく歴史の中で埋もれた話があるのだと思われる。面白いね。創作うまいやつなら素敵な話にできそう。漫画家の水木しげるが書いたのんのんばあの話に引っ張るというのが出てくるが、数十年前まで俺の住んでいた地方でもこれに似たことがあったんで書いてみる。当時自分はまだ小学生だった。引っ張るというのは、今まさに死んでいく人間はその死の間際に生きた人を道連れにして迷途に旅立っていくことができるというような話。うちは四国の山奥の集落だったんだが、当時90過ぎのひいばあさんが肺炎になった。ひいばあさんくらいの年代は意地の強い人が多くて、前日まで腰を曲げて畑に出ていた年寄りが、あくる日ぱったりと倒れて亡くなってしまうなどということがよくあったらしい。長く寝たきりになって家族の世話を受けるという人は不思議と少なかったという。当時は自宅療養と往診が当たり前で、入院先で亡くなるということも年寄りでは珍しかった。ひいばあさんも肺炎と診断されてから一週間も経たずに死んでしまったが、寝ついたという話を聞いて近隣のばあさん連中がわらわらと訪ねてくる。それも夜陰に紛れるという感じで、ばあさんらは普段は夕食を食うともう引っ込んで寝てしまうんだが、夜の9時過ぎ頃に見舞いと称して野菜などを持ってきては病人の枕元で長いこと話し込んでいく。ひいばあさんは熱も咳もあって話ができるような様態ではないんだけど、それでも構わず病人に向かって、下の号の〇〇バーを引っ張ってくれのようなことをくどくどと頼み込む。その〇〇バーにどんなひどい仕打ちをされたかなどのことも一緒に。これらの話はひいばあさんが寝かされている部屋から逐一聞こえてくるんだが、頼む方はそういうことも気にしていられないというくらい熱心だった。その頃はまだ一家を仕切っていた自分のじいさんはあまりいい顔はしていなかったが、ここらの集落の風習みたいなもんだから仕方がないという感じだった。ひいばあさんの葬式を出して3ヶ月以内に集落の年寄りが2人亡くなった。そのうちの一人は間違いなくひいばあさんが引っ張ってくれと頼まれていた対象だった。ただしその人は70過ぎだったんで、たまたまなのかもしれず、引っ張りの効果かどうかは何とも言えない。リアルで不気味。村社会では昔からそういうことがあったんだろうね。誰が何を頼みに来たということは漏らさないという暗黙のルールでもあったの？引っ張り合いか。すごくいいね。子供の頃に住んでた地方に伝わる土曜坊主の話。土曜は年4回あって、この土曜の入りから節分、新暦2月の豆まきが有名だが、これも年4回までの約18日間は、草むしりや庭木の植え替え、その他土いじりをすることは言われていた。この風習は中国由来の陰陽五行説から来たようだが、この期間に金を破って土いじりをすると、土曜坊主という妖怪というか土星のようなものが出てきて災いをなすと言い伝えられていた。土曜坊主の姿は曖昧で、
土が固まって人型になったものという目撃談が多いようだ。ただ別の伝承の中には土の人型がだんだんに崩れて、その人の一番嫌いなもの、見たくないものに姿を変えるという話もある。出身地の旧村はほとんどの家が農家だったので、実際には土曜の間すべて土いじりしないのは無理がある。だからそこいらでは立春前の土曜は慎まれていたけれど、それ以外の期間は土に触っても問題なしとしていた。春の期間もおそらく田畑関係のことは除かれていたのかもしれない。この辺りは他の地域の伝えと少し違うかもしれないが、昔からの風習が廃れかかった頃のことなのだろう。面白い話だね。よかったら県名を教えて。無理なら地域だけでも。神奈川県だよ。ある中程度の自作が庭の木の下に金を入れた壺を埋めていた。この百姓は実に吝嗇で、嫁をもらったものの、はしためのようにこき使って早くに死なせたし、実の両親に対しても、年寄って弱ってくると、ろくに飯も与えず、部屋に閉じ込めきりにして、やはりバタバタと死なせていたという。また、小作や使用人への当たりも大層ひどいものだったらしい。そうして溜め込んだ百姓にはそれほど必要のない金銀を夜中にこっそり壺から取り出しては暗い灯火の下で数えるのが唯一の生きがいだった。まだ冬の最中のある夜、この百姓が夢を見た。どこか遠くの方から土の中を掘り進んで百姓の家にやってくるものがある。人ほどの大きさもあるミミズで、頭に人の頭がついているようだが、夢の中のせいか、霞がかかったようにはっきりしない。その化け物が生垣の下から庭に入り込んできて、壺のある場所に行き、壺を割って中の大切な金銀をむさぼるように食べている。そしてすべて食べ終わると、ぐるんぐるんと土の中で輪をかいて踊るという夢だ。この百姓にとってこれほど恐ろしいことはない。単なる夢とは片付けられないし、実に気がかりな内容だった。それで次の日の夜中に、土曜にもかかわらず、壺を掘り出してみることにした。岩刀と鍬を持って庭に降り、掘り返すと、壺は割れた様子もなく元のままで、口にした風にも変わった様子はない。やれ嬉しや、と壺を手に取ると、壺の下に幼い女の子の顔があった。その顔は、両目からたらたらと涙を流していて、一気に百姓の肩あたりまで伸び上がった。夢で見た通りの土まみれのミミズの体をしていた。目の前で涙を流している顔を見て、百姓はあっと思った。それは随分昔に、人買いに渡した自分の娘の顔だった。こういうのが土曜坊主らしい。うちの母方の実家が檀家になってるお寺の話。このお寺はそれほど大きくもないし、有名でもないんだけど、母が住んでいた村の住民は、三分の二以上がそのお寺の檀家になっていた。残りの三分の一は、被差別集落の人たちで、その人たちのための別の寺があったようだ。ただ、太平洋戦争後は過疎化が進んで、集落の人はほとんどちりぢりにどこかに行ってしまい、そっちのお寺はもうなくなっているらしい。その実家のお寺には入ってはいけない場所、禁域がある。子供の頃、
母の里帰りについて行った時に見て話を聞いた。そこはお寺の本堂の裏側を数百メートルほど行ったちょっとした崖になっている下の方で、上から見下ろすと何ということもなく熊笹の茂みが広がっており、大きな石を掘った祠があるだけ。崖の上は木の柵で降りられないようになってて、柵の内側に四つ大きくて立派な墓がある。この四つの墓は、そのお寺の昔の歴代住職のもので、崖下から忌み者が村に入っていかないように見守ってるんだそうだ。江戸時代に村外から広まってきた流行り病でバタバタと人が亡くなり、あまりに数が多いのと死体から感染することを恐れたために、疫病で亡くなった人は家族が第八車に乗せてこの崖まで運んできて、そのまま下に投げ落としたという。上からコッパと松明を投げ落としたものの、湿気のせいかあまり燃えず、夏の自分でもあり半焼け半腐りの死体が積み重なってひどい匂いだったようだ。その後ある程度疫病が収まってから、残った村人で法要を開き、高価な油を使って死体を焼き、その上に祠を掘った丸石を転がり落とした跡なんだそうだ。またその時まだ健在だった実家の祖母から、その駅場の話も聞いた。これは祖母が子供の頃まで旧暦の8月25日に村で行われていた行事で、周り当番の衆以外には誰も見てはならないものだった。ただし今にもそのやり方は伝わっていて、孫子などには書かれていないが、まだ覚えている年寄りが何人かいる。夕方から夜にかけて村の大通りを男数人が担いだ皮を剥いだ太い丸太が村外れの山道の方に向かって行く。祭りのような賑やかな掛け声もなく、男たちは無言だ。丸太には裸の男の子供をかたどった紙張り人形がまたがる形で乗せられている。裸の体はところどころ斑点のように赤く塗られていて、これは疫病にかかった人の姿を表している。村の家々では固く戸を閉ざして、これが通るのを見てはならない。そして村の教会まで来ると、駅神様出て行ってくれ、本物の馬に乗って行ってくれ、というような内容のことを皆で唱え、その人形を参道の方に放り出す。その後丸太を担いだ男たちは川に入って身を清め、丸太を氏神の神社に奉納する。これは人形を用いているが、疫病が流行っていた当時は、まだ息がある子供の病人を丸太に乗せていったのだそうだ。これは神社の神官の主導で行われたらしいが、お寺と神社の役割の違いのようなものが伺えて興味深い。海の近くに住むところの風習で、この日は海から何かが上がってくるから絶対に外に出てはいけないってのがあったな。確か玄関に何か独特なものを出していたような。誰か知ってたら教えてください。軒先に吊るすのは編んだ籠だった気がする。来たら籠目六芒星で封じるぞって意味かな。おことはじめという2月8日と12月8日に目籠を竿の先にかぶせて軒や戸に吊るしたり立てかけてたそうだよ。この日は鬼、魔、蛇が来るから、それを撃退するためだそうな。メカゴの目はまさに目で、魔物は目を恐れるんだそうだ。地方によっては目指しを3つとか、目を模したものを3つとか、3という数字は呪術では
とても貴重な数字だからね。江戸時代の北側の風俗誌によると、目が五芒星としての星満の形をしているからで、茶こしなどの道満型になっているものと一緒に吊るしてたそうだ。海南法師様じゃないか。孔神様ってあるじゃん。年に一度宿主の人間の悪事を閻魔大王に告げ口しに体を抜け出していく神様のこと。で、その孔神様は宿主が寝ていないと抜け出せないんで、当日は寝ないで夜明かしって風習がある。実家があるど田舎ではこれがまだ残っていて、年頃の男女は公民館に泊まり込む。で、昔はパーティーになった。さすがに今はそんなことはないんだけど、事前にその気がありそうなカップ未満の男女を見繕ってお膳立てして、公民館の一室に監禁する。で、その他大勢は外から息を殺して耳を澄ます。あとは中の二人死体だから、ほとんどは告ってカップ成立くらいで終わるんだけど、たまには最後まで行く奴らもいると聞く。ちなみに自分の時に監禁されてた奴らは割といい感じだったけれど、男が強引すぎて途中で拒否られてちょん。でも、その後は普通に付き合って結婚してる。終わり。ばあちゃん家が西日本の日本海側近くの山村集落にあるんだが、15歳の時によくわからん儀式みたいなのをやらされたな。田舎の山全体が墓っていう墓地の作りわかるかな。うちの家が頂上だから本家なんだろうね。山のふもとに地蔵が並んでて、うちの墓までの道の途中で分家の墓が枝分かれして点在している。ばあちゃん家のすぐ上に神社があって、雷で倒れたらしい巨木の残骸があるんだ。残骸って言っても直径2メートルぐらいの切り株の外側だけ残ってる感じ。中は空洞で、巨木の枠組みだけがあって、普段は鎖で囲ってある。15歳になって盆に帰省した時、夜中2時くらいに一人で行燈持って神社に行かされる。ちなみに家の父が長男で、俺がその長男な。三人兄弟だが、その年だけ弟は母方の祖父に預けて俺だけ帰省した。神社に行くと、切り株の中に昼間用意されて縛られた赤ちゃんのイノシシと馬型って呼ばれる石の短剣が置いてある。その短剣で売り棒を刺し殺して、神社の上にある墓まで引きずっていく。途中で全ての地蔵と分家の墓の前まで引きずって歩きながら、家の墓まで行く。墓って言っても、たくさんずらっと並んでいて、ただの石だけの墓石もある。その一番奥にイノシシを置いて、墓の灯籠に火を灯して帰ってくる。帰ってきた俺に対して、ばあちゃん、じいちゃんと親は何もなかったかのように接する。一切何も聞いてこないし、事前に帰ったら何も話すなと言われている。俺、当時荒れてたドキュンだったんだが、これはシャレにならないぐらい怖かったな。泣きながら獅子引きずってたと思う。未だに何の儀式かわからんが、俺に子供ができたら、うちの親父がやらせるんだと思う。余談だが、俺は未婚。結婚しないことにばあちゃん異常にこだわるんだよな。帰省するたびに見合い話持ってくるから、最近は憂鬱で仕方ない。海専門の民族学の教授から聞いた話なんだけど、海南法師だとか海の向こうから流れてくるものを忌み恐れる風習っていうのは、農耕民族的な考え方で、
本来は漁民から発した価値観ではないらしい。むしろ漁民は古来、漂流してくるものはすべて海の神からの授かり物として歓迎するのが一般的だった。例えば、それが水死体であっても、流れ仏といって、漁の最中に漂流死体を見つけると、漁師は作法に従って船に引き上げて陸地へ持ち帰り、手厚く葬ると大漁をもたらしてくれるので、これに出会うととても喜んだという。中には流れ仏を拾ったことを他の領民に言わず、秘密裏に弔って漁獲を独り占めにしようとする者もいた。陸に流れ着いた死体を、エビス様、漁業の神様で有名と呼ぶ地域もある。漂流死体は人としての形状が崩れていて、死体の中でも特に醜い姿をしているので、御霊として強大な霊力を持っているんだそうだ。他にも死者の身につけていたものを船に持ち込むと大量になるとか、船霊の御神体であるサイコロを人が首を吊った木から作ると良いだとか、他人の死をお恵みだと言って喜ぶ文化が各地の漁村に点々と残っている。農耕民族が持つ集団社会的な性格が根付いている今の日本人からすると、他人の死を喜ぶって自分さえ良けりゃいいのかよってちょっと利己的に映るけど、稲作技術が入ってくる前の古代日本人の間では、こういう考え方の方が主流だったんじゃないかって思ったり、個人的に面白かったので書いてみたけど、これも一応怖い話？うちも漁村だが、死体が出ると漁師は縁起がいいって言うよ。不謹慎だが、死体が餌にという意味だと解釈してた。流れ仏という呼称も昔は普通に使ってたな。興味深い話をありがとう。参考文献などあったら教えろください。民族学を学ぶ人のために、鳥越博之編。これがその講義のテキストで、その教授が書いた講が載ってる。面白い。死を汚れとする発想と真逆だね。黒不浄が不浄にもかかわらず好まれる文化って不思議だおね。日本列島の地理上、異国の船が泊まれるような場所はごく限られているけど、疫病の恐怖以上に輸送船がもたらしてくれる恵みは大きかったからどうだろうね。平成に入ってからの話だけど、漁の途中で網にドクロがかかって、驚いた漁師が反射的にドクロを海に投げ捨ててしまい、その後いろんな災難に遭ったという話を聞いたことがある。漁師はひどく悔やんで何度もドクロを探しに行ったが、二度と網にかからなかったそうだ。うろ覚えだけど、クガタチっていうのが古代にあったって聞いたことがある。罪を犯した疑いのある者の手を煮えたぎった湯の中に入れて、無罪であれば火傷しない、罪があれば火傷をするっていう判定方法だって。昔を責めたり見下したりする気はないけど、これ当時の人は無茶だとは思わなかったのかな。もしも当時の人が、そりゃ無茶だろっていう話を聞いたとして、言われてみれば変だな、とか、まあ言いたいことはわかるけどね、っていう感性はあったんだろうか。現代人が持ってる何かの感覚に置き換えられるんだろうか。クガタチっていうのは、高確率で火傷しない方法ってのは、火渡りなんかと同じで確立されてる。それを利用して、審判する側の望む判定を出したり、神秘性を高める手段として用いられたのが主。もちろん、そういう事実はある程度一般の民衆にも知られていて、どちらにとってもお約束的な儀式として行われていたので、無茶とも変だとも思われていなかった。もちろん、審判する側の都合で導かれた判定を押し付けられる側からすると、ふざけんな
理不尽だろうっていう意識はあったろうけど、だからといって反抗する手段があるわけでもないので、諦める場合が大半。なるほど、やけどしにくい方法があるとはね。俺が生まれて中二まで住んでいた土地の風習の話。そこは京都に比較的近い場所にある山あいの村。現在は市の一部だけど、裏山には謀反の疑いをかけられて逃げてきた王子が隠れ住んでいたという言い伝えがあり、実際に600メートルくらいの山の中腹には岩屋というか室のようなものが残っている。ひさしのような大きな岩が張り出していて、中は頭をかがめないと入れないくらい入り口がすぼまっていて、奥行きは7-8メートルくらいかな。村では俺が小さい頃まで月当番を決めて、奥にある神棚に火を入れたりお供えをしたりすることをやっていたらしい。この王子というのが伝承ではかなり古い奈良時代以前の人らしい。その村はほとんど農家ばかりだけど、昔からの風習として子供が生まれると名前を二つつけていた。子供が病魔なんかに取られないように、捨てとか捨て丸とかつけて、後に変えるという話は聞いたことがあるけれど、そういうのとも違って、初めから名前が二つあるんだ。子供は3歳くらいになると、普段呼ばれている本名の他のもう一つの名を教えられる。この名前の方は、カラスナと言われて、どうしてそういうのかは伝わっていないみたいだ。なぜこんなことをするかといえば、親の手伝いとか山菜採りとかの用事で裏山近くに行った時に、どこからともなく風に流れてくるような感じで不意に名前を聞かれることがある。名乗りなさいのような言葉が聞こえてくるらしい。その時に本名を答えると、そのままどこかわからないところに連れ去られてしまい、神隠しになってしまう。またその呼びかけに答えないと、弟や妹、あるいはじいさんばあさんなんかが日を置かずに亡くなってしまうらしい。それで呼びかけがあった場合は、カラスナを言いなさいというふうにしつけられるんだな。それで俺にもカラスナがあるんだけど、それはここでは書けない。家族以外の人にはあまり言ってはいけないことになってるんだ。それでこの呼びかけをするのが、落ち人の王子と侍従の迷った魂なのだそうだ。もちろん俺は何度も裏山付近に行ったし、登ったこともあるけど、名前を聞かれたことはない。そもそも子供の神隠しもなかったと思う。俺が住んでた時にはまだ100世帯以上あった村も、今では市の一地区になって60世帯くらいまで減っていると聞く。ちょっと思い出して懐かしんで書いてみた。カラスナというのは初耳で興味深い話だった。江戸時代まで武士や豪商の男子には幼名があったけど、女子にも名前を二つ持たせるというケースは聞いたことがない。ちなみに自分の曽祖父は明治15年生まれで幼名を持っていた。文明開化が行き届かない田舎では明治の中頃まで幼名をつけてしまっていたようだね。戸籍はどうなってたんだろう。今度調べてみるか。落ち人の伝説って各地にあるんだろうな。一番メジャーなのはやはり義経だろうと思うが、現在住んでいる四国の某地区にも落ち人伝説とそれにまつわる怖い話がある。落ち人は源平合戦の時に壇の裏に沈んだと言われる幼少の天皇なのだが、実は生きていて自分らの地方を過ぎ、さらに海を渡って南方に向かっていったという伝説だ。天皇と一行が集落の菩提寺に泊まった時に、
礼として書き留めておいた経文を当時の住職に下した。そのような言われのあるものが未だに寺に残っているのだが、経文はところどころ虫食いになっていて穴が開いている。これは死人に食われたわけではなく、一字を小刀で切り取ったような四角い穴があちこちに開いているものだ。どういうことかというと、まともな薬も医師もなかった時代に、病人が出た家の者が住職のところにやってくると、うやうやしく経文から一文字を切り取って与えたというのだ。そして病人は念仏を唱えながらその字を飲み込むわけだ。現代の医学で考えると、プラセボ以外の効果はないと思われるが、それでも治る人もいたのだろう。それで怖い話だが、江戸初期頃ではないかと思われるが、ある領民の家に病人が出た。漁師の高齢の母親で、寺から経文の文字を切ってもらって飲ませたものの、一向に良くなる様子もない。ところで、経文には切ってはならない字というものがあり、それは経を書いたとされる天皇の名である二文字だ。この二字だけは切り取ると立ちどころに良くないことが起きるという言い伝えが長い年月のうちにできていたようなんだ。ところが母親が明日をも知れぬ容体となった漁師は万一にと望みをかけ、寺の栗に忍び込んでわざとその二文字だけを切り取ってきたという。そして母親に飲ませた。すると、にわかに具合が良くなってきたように思える。漁師は喜んで、母親をむしろに下げて、隔てた何度に寝かせておいた。その晩のこと、バシャン、バシャンという水音で漁師は目を覚ました。音は母親のいる何度の方から聞こえるようだ。そこで起き上がって、むしろをまくり、あっと驚いた。狭い何度の中は水浸しで、母親の姿はなく、六尺を超す白いイカともタコとも判別のつかない生き物がのたうっていたのだそうだ。その生き物は少し明かりが差したのに気づいてか、呆然としていた漁師を押しのけると、のたくりながら海へと向かっていったという。母親の姿は、どこにも見つからなかった。切っちゃいけなかったのは安徳だな。讃岐人か。私は東北在住なんですけど、私の住んでいる地域で最近変な話があるんです。能面が起きたと。それは今年の5月に私の住む部落、地域的な意味です。で、急遽祭りが行われることになりました。今までなかった祭りが急にできたのです。それで知り合いの区長さんに何の祭りか聞いてみました。17歳以上の者はほぼ強制参加。祭りといっても出店があるわけでもなく、お寺の境内で火を焚いて鎮魂すると。教えてくれたのはそれくらい。しつこく聞いたのですが、どうせ参加しなくちゃならないんだから、そうすればわかるよ、と。両親にも聞いたのですが、町の安全を祈って行う、とか、町を起こした、とか、なんとなくはぐらかされてるような内容の答え。正直面倒でした。仕事を理由に不参加しようと考えました。ですが、私の職場はその部落にある小さな建設会社。私はそこの事務をやっていました。祭りの当日、会社は完全休業。行かなくてはならなくなりました。夕方くらいに寺に行くと、部落の人たちが、いるわいるわ、こんなに人住んでたの？と思うくらい集まってました。みんなが境内の真ん中にある火を焚く櫓を囲むように丸くなっています。
私もいやいやながら混じりました。夜七時、太鼓が鳴らされ、お寺の中から能面をかぶった人が四人出てきました。寺の住職と区長さん、服装は私服だったので、服装や体型でわかりました。あとの二人はわかりません。その四人が焚き火の周りを回り始めました。手には扇子と棒の先に長い毛がついたやつを持っています。しばらく回った後、太鼓に合わせて踊り始めました。みんなバラバラでした。区長さんは盆踊りみたいな踊り、住職はお世辞にも踊りとは言えないような不格好な動き。残り二人はジャンプしたり手を叩いたり。30分ほど経った時、太鼓が一度ドンと大きくなって踊りが終わりました。司会者から、今日は忙しい中どうもありがとうございました。これから〇〇集会所で打ち上げをいたしますので皆様どうぞ、とアナウンスされた。みんながぞろぞろと場を後にする。その中に職場の同僚がいたので話しかけました。私、何なのこれ。同僚、わからん。なんかみんな変だよな。打ち上げに行って聞いてみる？そうだな。そして集会所に行きました。祭りに参加した人の7割は帰ったらしく、人は少なくなっていました。集会所の中にはテーブルがずらっと並んでいて、オードブルやジュース、酒が出ていました。私と同僚で適当に座り、同僚はビール、私はジュースをいただきました。特に誰かのスピーチがあるわけでもなく、みんな座るなり適当に飲んだり食べたりしていました。しばらくすると近くにいたおじさんが酔い始めたのでチャンスだと思い、今日の祭りって何なんですか？と聞いてみました。おじさんは、能面が起きたんだ。だからな、鎮魂だ、鎮魂。と言った後、知り合いらしい人と喋り始めたので聞けず、私は思い切って区長さんに聞きに行きました。そうだな、どこにでもあるんだよ、こういうのは。でもな、このことはわからなくてもいいんだ。〇〇は、こういう祭りがあった時に参加してくれればいい。もう少し年を取ったら全部話してやるから、とだけ言われました。これ以上は聞くことができませんでした。多分、昔飢饉があってとかだとは思いますが、隠すことあるのかな、と。ただ、能面が起きたってどういう意味なんだろう。文才がないからうまく伝わらないかもしれませんが、実際にあったことです。それと個人特定できるかもしれませんが、スルーでお願いします。ちょっと前にこの板のどっかで、能面の呪いだったかの話あったな。鬼が暴れて散々悪事働くので、追い詰めて首切って能面に閉じ込めた、だったか。もちろんうろ覚えだけど、神社かなんかに封印してるらしい。ありがとう、探してみる。能面をして踊ってるし、言葉がなまって能面が起きたになったわけでなく、封印が解けたって意味合いに近いのかな。沖縄の昔の風習なんだけど、猫の死体を吊るすという風習があったらしい。母から聞いた話なんだけど、50代の母がまだ子供だった頃には割と見られたのだとか。何でも猫は死んだらたたるから、たたりよけの意味があったとか。それと魔よけの意味もあったみたい。場所によっては犬も吊るしたとか。木に吊るすこともあるが、
特定の場所に吊るすこともあったのだとか。ちなみに吊るすための場所はまだある。衛生的にも問題あるし、現在はもうとっくに廃れた風習だ。猫の死体が魔除けか。今のシーサーとか石岩灯は案外そういう風習が形を変えたものかもしれないね。調べてみないとわからないけど。石岩灯とか玄関に文字の入った石を置くだけって、そんな簡単な方法で災いを退けられるなら、そもそも民に恐れられてない証拠だし。もっと沖縄にシャーマニズムが色濃く残る時代なら、えぐいものを飾ってたと考える方が自然。やがて信仰が薄まり、恐れのない現代人が風習を変化させていった流れかなと推測。それは違う。シーサーは狛犬と同じような起源だし、石岩灯は中国の昔の強い人の名前。それに石を置くだけって言うが、盛塩は塩を盛るだけだし、お札だって貼るだけだろ。民間人がやるものなんだから、そんな手間暇かかるものじゃなくてもおかしくない。大陸の方では古代には犬を殺して縄文にさらして魔除けにする呪術があったという。これは犬がある種の霊獣と信じられていて、その血の霊威で魔物を制圧するものだったとか。それが伝わったか似た習慣かもしれない。土着信仰の話に戻すけど、獅子とか狐とかは、渡来系の神の使いで、どちらかというと守り神、過去民を災害から守るイメージの側面が強いから、さほど怖くはない。牛音虎みたいに、中国から狐の邪悪なイメージそのものが、海を渡ってくる説話もあるにはあるけど、比較的新しい。個人的には、日本で最も深い怨念を背負っている動物神は、蛇神だと思う。渡来系の人々に駆逐され、狐や竜に浮気されていった古来の神で、ミシャグジや祖宗という名で、かすかに息をとどめている。さぞ蛇の恨みと恐れは深かろうと。限定するつもりはないけど、どなたか蛇にまつわる怖い話を知ってると嬉しい。ミシャグジ様のいる土地のものだけど、多分蛇って概念も新しいものだと思う。もともとはもっと自然信仰的なものじゃなかろうか。湖と川、もっと言えば水そのもの。それを例えたのがミシャグジ様かなと思う。まあ、鹿の頭を毎年75個もよこせとか、確かにおっかないけど。日本の動物神の中で神灸をつけるなら、竜、狐より蛇の方が古いという話。でも、ミシャグジと水のある地形というのは確かにつながりそうだね。ヤマタノオロチ伝説は、暴れる蛇、イコール氾濫する川、しかも砂鉄の取れる川。やっぱり蛇イコール水がつながる。まあ、水が先か蛇が先かなんて誰にもわからないわけだけど、少なくとも蛇は水神だったと思う。うちの近所にも水神様をお祭りした竜王の名を冠する神社がある。確かに近くにでかい川があるし、大雨の時に氾濫して被害が出たこともある。ただ、ここの神社に伝わる伝説は2種類あって、一つは水田の包みが何度も破壊される事件が相次ぎ、神主の方に相談したところ、人知を超えた者の仕業だと言われ、その荒ぶる存在を神様としてお祭りし、供物を捧げ祈ったところ、災いがなくなったというお話。もう一つはちょっと不気味。その集落の長のもとに恐ろしい人食いの刀があり、夜中になると刀は箱から飛び出し、近隣の住民を次々と切り殺して、その命を食らっていた。
おさは刀が暴れぬよう箱に石を詰め、石を食わせて被害を防ごうとしたが、やがてそれも限界に。救いを求めて神に祈ったおさは、神に導かれて、巨大な岩と沼のある場所へたどり着く。波立つ沼をよく見ると、それは大量の蛇がぎっしりうごめく蛇の底なし沼だった。恐る恐る沼に刀を収めると、刀は飲み込まれ、二度と出てくることはなかった。村長はその場所にお社を作り、神を崇めたという。どっちが本当なのかな？大阪にもいろんな伝承があります。かつて大きな川沿いにあった村は、毎年水害に悩まされており、泣き村と呼ばれていた。そこで神に祈ると、神託があり、毎年幼女の生贄を差し出せという。その通りに毎年生贄を出して、8年目のある日、その村を一人の侍が通りがかる。侍は村の異様さに気づき事情を聞くと、神が人の命を犠牲にするはずがないと憤り、村人に生贄を運ぶ場所まで案内してもらう。翌朝、村人がその場所に行ってみると、血だまりができており、侍の姿はどこにもなかったという。しかし、血がポタポタと森の奥へと続いており、その後をたどっていくと、大きな狒が絶命していた。これは神社のお祭りにもなっており、七人の幼女が町を練り歩き、最後は神社にたどり着く。形だけではあるが、伝説を再現した祭りらしいです。また、この伝説と関連があるかはわかりませんが、少し離れた場所に庚申堂があります。猿の妖怪ってのは決まって女の生贄を要求するみたいだね。宇治周囲物語とかで紹介されて以降、類似の説話は全国に生まれたらしい。お前ら秀吉が好きなら畜生塚って知ってるか？秀吉の甥、秀次の官位をもじって摂生塚とも言うな。でも俺がこれから話すのは文字通りの畜生塚だ。山を生活の場にしているものの中には、今でも地方の名の知れない小さな山の中にひっそりと立っているのを目にしたことがあるかもしれないな。そんな時はちょっと立ち止まってさ、手を合わせておけばいいくらいのものさ。でも中にはとんでもなく厄介なものもあってさ、扱い方を間違えるとひどい目に遭う。俺の父の実家のある軽村にそれがあってさ、実家は代々その塚と山を管理していたんだ。その家を仮に T 家と呼ぶな。T 家は昔からその一帯の地主をしていて、戦後の土地改正で随分変わったといっても、今でも田や山をかなり持っているんだ。T 家がなぜそこまでの信頼を持つに至ったか、これに関しては虚実取り混ぜてかなり面白い話もあるんだが、これから話すこととごっちゃになるからここでは割愛な。ただ一つこんな話がある。昔この村に化け物が住み着くようになり、村の人間を取っては食うようになった。困った村人たちが山の神に助けを求めた。そしてある夜、山の神が村人たちの前に現れて、一人の童子と四匹の犬を託した。結果、童子は化け物に食われ、四匹の犬すべてが殺されたが、なんとか化け物を倒すことができた。村人たちは化け物の腹を裂き、中から童子を取り出すと、その体を四つに分け、四匹の犬の遺骸とともに村の四箇所に埋めた。今 T 家はその埋めた場所の一つの上に立ってるんだと。他にあと三家がやはりそれを埋めた場所の上に立っている。それらを合わせて K
慶村四家と呼ぶんだそうな。ただし、わかっているのは T 家と S 家、M 家のみで、残る一家は立っている場所も、名前も伝わっていないそうだ。一説に、それは万が一の時の最後の砦で、絶対に名前を知られてはいけないんだとか。で、話を現在に戻すと、三家は以来、半農半漁の暮らしをしている。S 家は鉄砲を使い、M 家は犬を、そして T 家は縄で獣を取り、一部は村で食い、一部は山の神に捧げる。獲物の遺骸や残滓は T 家の裏山に埋めて、そこに塚を建てた。神の住む山は、この慶村にはない。もっとずっと遠くにある。だからみんなこの塚のことを、神無鬼山の畜生塚って呼んでいる。父は子供の頃、この山に入ってひどい目に遭ったそうだが、その話はまた今度な。祖父方の集落に、戦後には火葬が一般になって亡くなった風習で、葬式の時に遺体の足の骨を折って棺桶に入れて土葬するというのがあったそうだ。そうしないと墓から出てきて良くないからというのが理由だという。誰にでもやるわけではなく、背が高い男が死ぬと話し合いが行われ、そうしていた。背の高いひいじいさんが死んだときに足が折られたそうだ。棺桶に入らないからへし折ってたんだけど、なんかそれじゃあかわいそうだから、もっともらしい理由をつけたんではと思ってしまう。間違いないな。それ以前の三日に埋葬していた時代なんて、ほとんど足折り曲げて膝を手で抱えた状態、出てこれないように両足切った状態なんてこともあった。起き上がりを恐れてということなら、足元に鎌などの刃物を置く風習があるね。昔、ある僧が立ち寄った村でのこと。地元の娘に一目惚れされ、思いを告げられたが、無下に扱って村を去ったところ、娘が恨みのあまり大蛇に代わって僧を襲った。肝を潰した僧は、慌てて逃げた先の寺にかくまってもらい、自主の起点で大きな鐘の中に入って身を潜めていると、大蛇は外から火を吐いて、鐘の中の僧を焼き殺してしまった。大蛇は悲しみに暮れ、川に沈んでいった。以来、その寺では、新たに作られた鐘にも、その女の怨霊がたたると言い伝えられ、今でも鐘がない寺として有名だとか。だいぶ古くからある伝説らしく、生きたまま焼かれって類の話は、今も昔も恐怖心を煽るんだな。戦前にあった話。毎年の祭りに使う道具を新調することになったんだって。笛とか小さい鐘とか、ボロボロになったのをいろいろ。今までは古いのは供養して処分していたんだけど、ちょっとでもお金になったら助かるってことで、欲しいという人に安価で売ったんだって。そしたら買った人の家で、毎晩祭り囃子の音が聞こえるようになった。買った人は怖くなって、その祭り道具を供養して処分したら聞こえなくなったんだってさ。つくも神になるほど長く使うもんじゃないんだけど、祭り道具ってことで、やっぱり何かしらの力でもあったんだろうか。風習というより、古典芸能界の習慣だろうけど、人形浄瑠璃ってあるでしょ？あの出し物に源平合戦があるんだけど、
源氏と平家の人形は絶対同じ箱にしまわないんだってね。同じ箱に入れると喧嘩して人形が傷むからだって。以前見習いが源平を見分け違えて一部を同じ箱に入れてしまい、その箱のほぼすべての人形の首が落ちたと関係者から聞いたことがある。単に移動中の事故だったのかもしれないけど、辻村寿三郎だったかな。昔有名な人形師が、人形は完成時に魂抜きしないと世に出せないというようなことをインタビューで喋ってたよ。お前は人間じゃない、勘違いするなというようなことを言い聞かせるとかなんとかだ。寿三郎さんの人形って怪異現象を巻き起こすので有名だけどな。角田次郎氏が譲渡された人形はラップ現象を起こすわ、怪音現象かっこ人形を置いた無人の部屋で会話音が聞こえるは起こすわ、八百屋お七の人形はぼやまで起こしている。ここら辺の話は角田さんの著作にあった。人形町の寿三郎館はそんな寿三郎作の人形たちを集めて創造主である寿三郎さんの元に戻すって意味もあるらしい。さすがにそんなテレビとか雑誌のネタ話、普通に寿三郎作の人形は売ってるよ。私の母の生まれた島での風習。生まれた子が霊的に力が強い子だと早死に連れて行かれるとかで、他のところに1ヶ月ほど預けられるらしい。んで、そこで全く別の名前を付けられる。例えば本名は花子、よそんちで付けられた名前はちーちゃん、帰ってきてからもその子の愛称はちーちゃん。本名である花子はほとんど呼ばれず、過去正式な場のみ。今ではもう廃れた風習だよって言ってたから、やってる人はいないんじゃないだろうか。ちなみに沖縄のとある島です。補足。力が強いとかを決めるのは誰かわからんらしい。母も小さい頃の話だし、あんまり覚えてないそうで、名前を変えるのは、この子は花子じゃありません、ちーちゃんです、別人です、だから連れて行かないでくださいねって意味らしい。別に怖い話ではないかもしれないけど、うちの町では根っからの町民の男子は小さい頃に神の子として神社に一晩預けられるみたいなことを友人から聞いた。女子にも何かしら風習があるらしいけど、女の友達は口が固くて聞いたことがない。私は根っからの町民じゃないから、まあ関係ないんだけど、神の子の数も年々減ってるらしい。一晩神社に預けられる日にちとか数とか、中でやることについても男子も口が固いな。その友達が、今年根っからの町の女の子と結婚したから記念に書いとくわ。このど田舎に嫁いで10年、初めて婚家の身内の葬式たるものを経験したんだが、四十九日になった時の儀式がすごい。早朝、海まで行って海水を汲み、玄関を外から正面に見た左からぐるっと回りながら海水を敷地内にぶちまく。水、米、塩を茹でた汁を玄関からすべての部屋、過去トイレも押し入れも全部の四隅に竹でまく。竹は再生の象徴であり、塩は清めとみそぎ、海水はまさに古来からのみそぎ。米も清めと再生のために使う。ここの地域、死の汚れをよっぽど嫌ってた人が住んでた地域なんだなぁと実感。うちの実家、他県なんて何もしないもの。
瀬戸内のどっかの島？近いけど違う。鳥取県の西部の一地域。かなり限定された地域でね。死人が出てから四十九日の間、七回、札打ちなる儀式をしなけりゃならんのよ。紙でできた小さな札を買うんだけど、そこには地蔵菩薩、もしくは観音菩薩の名が書いてある。そこに戒名と没年齢、かっこ数えで書いて、何箇所もある札打ち場所に貼りに行く。最後の7回目は打ち止めって言って赤い紙。それを島根県安来市は清水寺、中国観音霊場第28番札所であり、出雲観音霊場第27番場所でもあるところに貼りに行くの。もう山道をはあはあ歩いて、ミニ四国巡礼という感じ。そして四十九日法要には49個の餅を作る。外場建てたり、野膳を墓に備えたり、四十九日の間は寺参りしなきゃいけないし、徹底的に死の汚れを嫌ってた地域なんだね。札打ち習慣は米子市の一部と島根県の一部の習慣なんだって。汚れって概念は神道以来で、竹、沸騰させた塩水とかは確かに厄払いの儀式とかで神社で使ったりする。ただそもそも四十九日が仏教の文化だし、もちろん菩薩も戒名も巡礼も仏教、複数の宗教が面白い感じにまぜこぜアレンジされた民間信仰って感じだろうか。法起、出雲は面白い国だ。30年ほど前、民族学専門の外国人の大学教授から、男女の役割が通常と逆の部族の話を聞いた。その部族は、女性が農耕に従事し、男性は家で家事、育児。それだけなら理解できなくもないが、不思議なのは出産だ。妻が臨月になって出産の日を迎えると、家にいる夫が突然陣痛で苦しみ出す。すると村人が畑で働く妻に知らせに行き、妻は家に戻って鉄棒のようなものに捕まって、立ったまま赤ん坊を産み落とし、赤ん坊を夫に預けてそのまま畑に戻っていくという。大学教授はその部族の現地調査に行ったと語っていた。自分としては半信半疑だったが、疑うのも失礼かとためらううちに、大学教授が帰国して真偽を確かめられなくなってしまった。ネットで検索してみたが、自分が聞いた通りの話が見つからない。どの国の話であるか忘れてしまったが、ご存知の方がおられたら、部族名や詳細などを教えていただけるとありがたい。その話はたまに聞くけど、ネットに載ってないんだ。確かテレビでもスペシャル扱いでやってたような気がする。それは役割が逆っていうより、男性が陣痛を一緒になっていたがるって民族の特集だったような気がする。あまり細かく検索してないけど、クバーデという儀典、疑似出産の記事はヒットした。メキシコのウイチョル族とか。でも妻がすぐ畑に戻るってわけではないから、的外れかも。南方系に見られる習俗らしいから、この派生か派生元か、別の地域、部族の風習にもありそう。土着かわからないけど、三つか四つの時に亡くなった大叔父のお葬式が不思議でたまらない。うちは先祖代々同じ場所に住んでおり、今は建て替えて家族みんなで住んでいるところに、昔は150年は経つ母屋と呼んでいる家があった。そこの壁一面に藁を敷き詰め、黒白の布、かっこお葬式の時にかけるものをかけた。そしていた子のような女性が9人来て
手にした鈴を鳴らしながら歌を歌っていた。そして門前の茅の輪をくぐり、みんな出入りし、草履を海に流すとき、白木でできた子供が両手で抱えるくらいのリアルな船に、供物と共に乗せて流した。まだ写真が残っているので、夢ではないが、あの女性たちは誰だったのか、不思議でならない。王子は別に宗教をしていたわけではなく、先祖代々の墓は、曹洞宗の寺院にある。最近になり、母にその時のことを尋ねたら、昔からの家の長男の葬式だから、みんなが昔ながらのしきたりでやってくれたのよ、と言っていた。静岡在住だけど、他にこんなお葬式したことあるよ、という人いますか？ちなみに、家は大王子ではなく、末っ子の祖父が当主でした。理由は、大王子の心身喪失によるとか、原因はいろいろ聞いています。そんな祖父のお葬式は普通にお寺で、参列客が半端ない数でしたが、普通にやりました。